KQ キング、ナインはポーカーにおいて、中程度のスターティングハンドとみなされます。特にテキサス、ホールデムでは、慎重にプレイする必要があります。いかに KQ の強さと戦略について詳しく説明します。KQ の強さ、プリフロップの強さ、ステッド KQKQ セカンド、同じスートの KQ はフラッシュの可能性があるため強力です。特にフラッシュドローやフラッシュを完成させる可能性がある場合、 有利に働きます。オフステッド k q k q を同じスットでない k q は、ステッドほど強くはありませんが、依然としてプリフロップでは一定の強さを持ちます。ポストフロップの強さ、トップペアフロップでキングが出た場合、トップペアを持つことになりますが、キッカーがンのため、他のキングのハンド AK、k q KJ、KT に対してを取る可能性があります。フラッシュトロー、ステッド k q はフロップでフラッシュトローのチャンスがあり、これは非常に強力です。k q の戦略、プリフロップのプレイ、レイスとリレイズ、レイズ、 プリフロップで KQ を持っている場合、ポジションが良ければレイズすることが推奨されます。これにより、ポットを構築し、弱いハンドを下ろさせることができます。未レイズ誰かがすでにレイズしている場合、 KQ でリレーズすることは一般的にはリスクが高いため、慎重に行動する必要があります。コールドコール、プリフロップでレイズに対してコールドコールすることも一つの戦略です。特にステッド KQ の場合、フラッシュドローの機会を得るためにコールドコールすることが有効です。ポストフロップのプレイ、フロップでのアクション、トップペアフロップでングが出た場合、トップペアを持つことになりますが、キッカーが弱いため、他の強いングのハンドに注意が必要です。慎重にプレイし、対戦相手のアクションを観察することが重要です。フラッシュドローステッド KQ の場合、 ブラッシュドローができた場合、積極的にポットを構築し、ドローを追いかけることが推奨されます。ミスフロップ、フロップで何もヒットしなかった場合でも、K 級のハイカードとしての価値は依然として高いです。特に相手が弱い場合やポジションが良い場合、コンティニュエーションベッド C ベッドを行うことが効果的です。ターンとリバー、ベッドの継続、フロップで有利なハンドを持っている場合、ターンやリバーでも積極的にベッドを継続します。ただし、ボードの状態や対戦相手の反応を考慮してプレイを調整します。慎重なプレイ、 ターンやリバーでドローが完成する可能性がある場合、慎重にプレイします。相手のアクションやボードの状態をよく観察し、適切な判断を行います。相手のタイプによる戦略、タイトなプレイヤー、タイトなプレイヤーに対しては、K 級の価値がやや高まります。彼らは弱いハンドではあまり参加しないため、トップペアを作る確率が高いです。しかし、 他の強いキングを持っている可能性があるため、慎重にプレイする必要があります。アグレッシブなプレイヤー。アグレッシブなプレイヤーに対しては、リレイズやベッドでプレッシャーをかけることが有効です。彼らのグラフを誘発しつつ、自分の強さを活かします。注意点。キッカー問題 KQ は強力なハンドですが、特にキングがフロップでヒットした場合、キッカーが他の強いキング AK、KQ、KJ、KT に対してを取ることが多いです。 このため、慎重なプレイが求められます。オーバープレイのリスク K9 は強力ですが、フロップでヒットしなかった場合や相手が強いアクションを取ってくる場合は慎重にプレイする必要があります。むやみにポットを大きくしないようにしましょう。読みとブラフ、相手のハンドレンジやプレイスタイルをよく観察し、適切にブラフを仕掛けることも重要です。まとめ、K9 は中程度のスターティングハンドであり、特にステッド K9 はフラッシュの可能性があるため潜在的な強さを持ちます。しかし、その強さを最大限に引き出すためには、適切な戦略と状況判断は求められます。 フロップでのアクションやポストフロップでのベッティングを工夫することで、フォーカーの勝率を高めることができます。特にキッカー問題に注意しつつ、相手のプレイスタイルに応じて柔軟に対応することが成功の鍵となります。